ピアノが僕を苦しめます。はい、どうもこんばんは。エスニックアトリエ竹崎です。エスニックアトリエの末松です。よろしくお願いいたします。あなたのお耳におやつです、ね、おやつにいかがですかやったね。久々なので。あ、そうか、このセリフ久々やね、そして今回はなんと久しぶりに原点に戻って、はい、声ということで僕たちの姿は見せない。見せない。なんでですか、うん、まあその前にピアノが僕を苦しめるという、ね、ああそうね、あのテーマで始まりましたけども、はいはい、スランプということで、あのまあ前言ったじゃないですか、はいはいはい、ピアノ恐怖症と。ピアノ恐怖症らしいんですよ皆さん。ちょっとね、知り合いの結婚式で演奏、まあ歌があって自分が伴奏で弾いたんだけど、はい、練習の時は全然問題なくやったのに、問題なかったのに本番で結構ボロボロで、なボロボロ、ね、全然分かんなくて、原因が原因が分からないと。そんなにすごい緊張してたわけでもないのになんかやっちゃったね。まあそれもあるんだけど、うんうん、まあそれは言ったんだけど、うんうんうん、今日まあね、今ピアノ曲をこう毎週1曲発表してるじゃないですか。そうですね。でまあ、ね、うんうん、あと7曲ぐらいで終わるので、まあこのためってわけでもないですけど、うんうんうん、ピアノ曲を新たに作ろうと思って。なるほど。今日挑戦したんですけど全然、全然もう、浮かばない。パッパラパーで、パッパラパー、パッパラパーで浮かばないので、浮かばない、放棄しました。俺いいことを言おうか。何でしょうか。いいこと 言うけどいいですか。どうぞ。うんとね何かこう物事をやるやん、例えば演奏とか、うんうんうん、作曲とかさ、お前やったらな、はい、ほんならうまくいくことが目的なのか、うまくいくことが目的なのか、うん、例えば上手に演奏するのが目的なのか、ええ、それとも、うん、やりたいことをやるのが目的なのか。まあ、やりたいことをやるのは前提ですよ。うん、だったらいいじゃないかっていうね。ああ、なるほど、うん、はい、もちろんさ、上手に演奏したいよ、それは奏者だからね。そうやね、うん、その気持ちはある。でもね、失敗はあるよ。まあね、うん、もちろん、ええ、でも失敗って本当に失敗なんだろうか。いや、失敗は成功だと思いますよ。失敗は成功だ、成功っていうか成功に向けての一歩だと思いますから。そうだろ、はい、だからということは失敗はなくなるということじゃないか。トライアンドエラーですよ、要するに。うん、英語か。よし、ああ、いいぞ。有名な言葉やけど。いいぞいいぞ。どんどんチャレンジして失敗していこうっていう、うんうん、そうそうそう。そしたら失敗は失敗じゃなくなるっていうことや。そうやね。そう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 、そうそうそう。ほんで今、ほんでアイデアも浮かばないということで、作曲のね。そうやね。それもモヤモヤ葛藤や。葛藤ですね、うん、ね、葛藤するときってチャンスなんや。あ、そうなんだ、うん、お、じゃあ自分が踏みとどまろうとしている自分と、うん、もっと先に行きたい自分とで葛藤するよね。そうやね、うん、まあアイデアが浮かばないとか、うん、こうまあ俺たちだったら演奏がうまくいかないっていうときはね、うんうん、そういう場合が多いわけよ、うんうん、そういうときはね、チャンスなんだ、成長の。なるほどね、うん、もう一皮むけるチャンス、うんうん、だから今までの思考パターンを変えるチャンスなんですわ、うん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 、だから今末松君はチャンスの中にいる。チャンスだ。チャンスなんだよ末松。ありがとうございます、うん、今までのそんなことがいっぱいあって、ほんであったね、うん、乗り越えたらあれって意外とこんなもんだったのかって。まあね、いつも通りなんだけどね、うん、そう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 、このパターンというか、うんうん、だからこう、成長する過程ですね、うんうんうん、そこでちょっと今苦しんでると、うん、いや、うん、その苦しみを楽しんで、はい、っていうことだな。そうですね、ありがとうございます。さっていうわけで、なんか一緒に考えよう未来的な話題になりましたけどもなんでこれ何映像は流さない。あのですね、なんか理由があるんですか、まあ、今聞いちゃっていいの。うん、今聞いてもいいよ。あのですね、これ画像変えていいの。画像も変えてもあったっけ。いいよ、うん、うん、あったやん昔の俺たちの写真とかさ、それ取り込んでくれてるの。
この前、はいはい、ごめんなさい、この前入手したやつとかさ、あ、この前入手したやつ、うん、あ、それはこっちには取り入れてないわけやね、ノートパソコンだからね、これね、いや取り入れてるけど、うん、取り入れてるんだ、そしたら一回一回排除しちゃってるから、あ、そうですか、まあ何でもいいんだ、あ、なんか、お、まあ、はいはい、とにかく理由を今から説明するよ、お願いします、なんでですか、うん、あのね、先日ですね、まあ、この後の旬ネタのコーナーでもね、うん、あの、ええ、映像は見ていただきますけども、はいはい、うん、何のコーナー、週ネタのコーナーで、あれ週ネタのコーナー、あ、え、あ、ごめん、俺それ編集してない、あ、いや俺そっちの映像かと思った、え、あ、マジっすか、え、どういうこと、今パニック、俺映像できてないっすよ今日、あ、本当、え、いや映像いらないって言うから、あ、俺たちの映像いらない、そっちか、せやつか、そっちか、せやつか、これじゃあ週ネタ重要ってことじゃないですか、あ、別にほんだら、え、絵で別に、週ネタは、え、マジで、ちょっとごめん、なんかちょ、まあ今日俺も絵を忘れてきたので、もうトークちょっと待って、ごめん、ごめん、なんだなんだ、映像ってそうか、自分たちの、そう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 、あらら、もうほんだら、なんかこのね、事務所に入ってきたらさ、カメラが用意されてるので、あれ今日映像ないのになと思いながらそっちか、うん、まあ連絡間違いということでまあまあよくあることだよね、仕事をする上で、そっかこれじゃ何、え、これじゃ映像流さない、いやいや、映像な流さんでもね、いけるの、いや、いけるいけるいける、な、何かっつったら、うん、高知県に帰ってまして、先週ね、はいはいはい、だから木曜日に放送したじゃないですか。そうですね。早めてね。早めて、はい、ほんで、まあ、その、まあ、来週見ていただく週ネタのコーナーは、その、本番ね。本番っていうか、練習風景、ミュージカルタイム。はい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 、はい。なんだけども、ミュージカルタイムはミュージカルタイムで、うん、まあ、別に関係ないんだ、今回の話は。なんで映像に映ってないのか、俺たちが。うんうん、家族に、ええ、家族に原因があるんですわ。家族に原因がある、はい、なぜ俺たちが今日映ってないのか、おう、なんなんなん、帰りましたよ、帰りました、まあ、はい、高知県に、ね、地元ですから、はい、僕の、そうですね、うん、空が広いね、うん、海が青い、はい、もうずっと海、ずっと山、ずっと空、そうだね、うん、人がいません、人がいない、その中で、まあ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 練習終わって、うん、夜ね実家に帰りましたよ、そしたらね、はい、うちの弟がいまして、はいはい、うん、まあ弟がね、この僕たちの放送をね楽しみにしてくれてるんですわ、うんうんうん、もうほぼ毎週で、面白い回はもう何回も見てくれてるって、あ、本当、うん、もう大ファンなので、で、まあ、うちの、うん、父も、うん、もうこれの大ファンで、お、うん、あの、面白いわって言ってくれてる、まあ、毎週ね見逃さずね、はいはい、チェックされています、ありがとうございます、で、まあ、父の方はねちょっとね、四十九日で実家の京都の方に行ってて、うんうん、ちょっとすれ違いだって、うんうん、あえてなんで、会えてないけど、うん、弟がおって帰ってきてて、はいはい、ちょうどね日を合わせてね俺と、はい、で1年ぶりに会って、うん、で、お兄ちゃん、うん、いつも気球でって言われて、今回はちゃんと日にちがあったんやね、うん、あったんだ今回はね、うん、ほんで、まあ夜こうお寿司食べながら、はいはいはい、ビール2人で飲みながら、ええ、いや面白いで、あ、この放送、うんうん、面白いで、ただねお兄ちゃん、うん、まあ、一ファンとして言ってもいい、お、何でしょうか、ね、お、姿勢を正すよね俺もね、うんうん、お、ダメ出しかと、うんうんうん、まあまあ先日、お父さんとも話し合いをして、この放送のことについて、はいはい、さあ面白いと、うん、うん、相変わらずお兄ちゃんと末松くんとの絡みがなんか面白いと、はいはいはい、うん、ありがとうございますね、うん、いいですね、ただ、はい、ただ、はい、こう
50回目から俺たち姿を出すようになったじゃないですか。そうだね、うん、2人緊張してないかと。緊張え、なんかこうカメラに映ることによって、うん、ちょっとトークの質が落ちてないかと。そうそうか、あのそうみたい。そうなんだまあそう映るっていうことはそうなんだろうね。ああそうなんか、うん、こうカメラの意識と、うん、トークの意識がこう多分、ま、慣れてないのもあるから分散されるんだろうね。ほんであのね検証してみた、はい、あの昔の放送を、はいはい、自分で聞いて、うんうん、確かに落ちてた。落ちてたっていうか、映像を見なかったら、うん、見ずに話だけ聞けば、うん、普通の話なんや。まあね、うん、映像込みになったら、うん、落ちたように見える。あ、そうなんだ、うん、へえ。あ、そんな表情で喋ってるんだみたいな。ああ、うん、あ、そういう風に見えるってことか。あ、まあまあまあ、末松くんはポーカーフェイスで有名やし、俺も そんなに表情がないので。おう、ということで映像がない方がいいと。試してます今。あ、そうなんだ。実験実験ね、うん、なるほどなるほど、うんうん、これ今後ね、ちょっとだから俺ね、ちょっと考え、うん、うん、途中から映像ありとか最初はなしで、あ、なるほど、途中から映像ありとか、はいはいはい、にしたら面白いかなみたいな。うん、確かに今喋ってて、あの、うん、すっげえ話しやすい。あ、そうなんだ。すっげえ。あ、そう。うん、俺すっげえ話しやすい。俺あんま変わんねえ。俺ねカメラね苦手なかって、うん。あ、そうなんだ。うん。すっごい恥ずかしいもん。恥ずかしい。すっごい恥ずかしいが。っていうのが。あるのかもしれない。あ、じゃあそれ、うん、そうかもしれないね。潜在的に。ああ。うん。なのでちょっとこの前半のトークの時は、うんうん、あのノーフェイスで。わかりました。行って、ほんで、はい、まあ私の一枚あたりから、はいはい。ええ、盛り込んでいただければ。了解しました。ええ。ちょっと実験。そしたら、お父さんとか、うんうん、弟さんに喜ばれるのではないだろうかと、うん、いや家族の意見っていうのが一番シビアで正直だと思うので。まあね、うん、まあ、トークの質が落ちてるってことはそうや、そういうことやろ、ね、そうそうそう。ただ俺が言いたいのは、はい、弟に言ったことは、はいはい、別にまあもちろんね、うん、トークの質って何ぞやと、うんうんうん、まあ、弟が答えるには笑いだと。お、もう、ね、ちょっと待って秋広くん、まあ、弟の名前言いましたけどもはい、はい、秋広くん、ね、俺たち笑いを提供しているバンドじゃなくて、お、音楽の方なんです、ね、はいはいはい。いやいや、それはお兄ちゃん分かってるけど、おう、それはプレゼンでもお兄ちゃんの音楽使わせてもらおうだけど、おう、それでもやっぱり期待するやん。なるほど、うん、やっぱりこう面白い時は面白いからね、うん、うん、狙ってるって思われてもしょうがない。うん、うん、それは俺の責任ですただまあこっちもね、やっぱり面白い方が楽しいしね。まあね、うんうん、まあいろいろあるとは思いますけど。だからもうおかしいなって思ったのがその音楽の、うん、音楽挟むやんか、うんうん、まあ、その時にトイレ行ったりするとかいう時、ああなるほど、おい秋広くん音楽お願いします。なるほどね、まあ、CD 買ってくれたんで何も言いませんけども、はいはい、だからそういう風になんかこう求められているものがあるみたい、僕たち。なるほどね、うん、この前ラーメンちゃんの方からもちょっと、うん、アドバイスをいただきました、曲紹介の時に、まあ音楽グループなので、そのなんか曲のちょっと紹介もしていいんじゃないかと、うん、あ、
あ、こういう時にこんな感じで聞いたらいいんじゃないですかとか。ああ、もうそんなこと全然してないよね。それなんかなんか一言ね。さすがラーメン。こういう時に聞いたらいいんじゃない、聞いてみてくださいっていう。そういうのそれも取り入れようよ。ちょっとね、うん、そういう指摘は受けました。ナイスアドバイス。ええ、じゃあ。まあでも今日はね、トーク長いので。いや今日ね、うん、どうなの、たまたまあるよ、映像を作ってるやつが自分のがあるわ、今思ったけど、それ使おう、それが週ネタってこと、それ週ネタです。 OKOKOK 私の1枚もあるわけ、お前の、まあ僕今日は来てないんで僕のが、うん、あります。今度俺送るわ。分かった、はい、じゃあ1曲目いきましょうか。説明、うん、8スター行くんだけども、これね、これはね、これね、僕書いたんですよ。はい、これはね、ブブ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 ブっていう、あの、あ、なんかベースで最初ね、そうそう、動いて、最初のベースがポイントですわ。そうそうそう、動いて、ほんでなんかこう展開していったら面白いなっていうところから広めていきました。はい、ほんで最初はもう全然ね違うメロディーやって、うんうんうん、で、まあ、途中の3連符っていう音符がね、うん、来るんだけど、かっこいいとこね、そう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 、みんなが一緒にこ う, そう同じ、うん、使われたのはその部分だけです、僕。あ、そうだったっけその前後あ、そう、そう、他はもうアドリブになったのでああね、旋律がね、うん、まあでもあの末松のね、あの編曲がめっちゃ素晴らしい。これね、めっちゃなんか悩んで、あ、苦しんだやつはこれ、もうこれでダメやったらもうボツにしようと。そう、そんなことをみんなに、みんなメールでやるからこれ以上 できない、怒ってるから、もうもうダメだっつってこれ でいや、ダメだったらもうボツでしょ、ボツでしょって、もう久々に感情があらわのメールでした。ええええ、それを聞いてください。はい、エイトスターです。竹崎康久です。末松君はですね、ちょっとあのまだ準備に取り掛かりまして、今日は久々の登場、天の声さんと、交えてあのトークしていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。お願いします。2回目の登場です。そうですね、まあ、前回はですね、あのハプニングに次ぐハプニングということで、どうですか調子は。あ、いいですよ明日休みなんで。はい、明日休みだからね、絶好調ということで、ね、そうですね、明日もめっちゃ忙しいんですね。そしてもね、そうですね、うん、何するんですか。何やるんだろうね、まあ、それはねまた来週明らかになると思うはい、それは今喋れませんということで、来週をね、お楽しみということで、梅雨好きですか。嫌いです。なんで、うん、ジメジメするから。ジメジメする、はい、はい、次。雨が降る。雨が降る、はい、はい、次。濡れる。濡れる、はい。うーん、髪がゴワゴワする。はい、ありがとうございます。さあ、というわけでですね、まあ弟がね帰ってきてたということで、うん、うん、しかもね彼女を連れて帰ってきていまして、うん、まあそれはそれは美しい美しい彼女さんでしたね、うん。まあ、僕の自己紹介は、まあ、竹崎の弟の竹崎です、あ、弟の兄の竹崎ですって言ったんですけどね、はい、笑っていただけて笑っていただけて本当に嬉しかったのを覚えてますなかなかね、僕もすごく忙しくてね、彼女さんとね、お話しする機会がなくて、まあ、全然コミュニケーション取れてなかったんですけども、まあ、うん、まあでも気が利くような感じの子でしたわ、うん、本当に、まあ、お幸せに弟よというわけで、お幸せに。さあ、まだ電源を立ち上げたばっかりですか、瀬本君は。さっきイヤホンがイヤホンが吹っ飛んでった画像が消えた画像が消えたパソコンがちょっとフリーズということで、つなげてください。はい、つながりません話題をください。テーマをください、僕にテーマをください、テーマをください。末松くん、テーマ、僕にテーマをください。テーマ、テーマ、そうですね、はい、高知県のいいところ。高知県のいいところ、はい、ですね、高知県に帰って、まあ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 久々に帰ったんですけども、まあその日はね、天気がめっちゃ良かったんですよ、うん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 、で、まあ、土佐山田駅っていうところに降りるんですけども、まあ空が広くて太陽が近くて、ずっと太陽で、ずっと太陽ずっと太陽。意味わかる？ビールがないわけ。わかる？うん、わかる、うん。行ったことあるから。ずっと暑いんだ。で、土佐山田駅に着いて、ほんで、こう、バンドの仲間が、こう、迎えに来て、そのまま天然色劇場っていうところ、野外コンサートができるところに連れられて、うん、で、そこに、で出してきた楽器がリコーダーということで、うん、で、まあミュージカルタイムというバンドをね最初に作った、4人がリコーダーを吹こうということで、ちょっといいですか。はいはいはい。高知県のいいところからだんだん離れていってます。いや、これから出るんで、いっぱい出てくるんで、最後までどうぞ。はい。で、そのコンサートでね、サプライズで吹こうということで、密かにね、4人でね、キラキラ星を、編集してました。はい、うん、めっちゃよかった。そのね、天然色劇場っていうところがね、太平洋のすぐ近く、うん、なのですごくええんすわ。うん、まず1個出たね、高知県のいいところ。
うん、すごくエースは天然食劇場、ぜひ柵乗り換えたら誰でも使えるんで、それいかんやつやないですか、これね、いいんかな、いいと思う、いやダメでしょ、あの、ね、田舎っていいんよ、ダメでしょ、玄関から入んないとちゃんと、玄関あの玄関じゃないし、玄関じゃない、入り口や、入り口から入らないとダメでしょ、でも入り口からね、入り口が開いてるんだもん、入り口が開いてるんだったら柵越えなくてもいいじゃん、まあまあ柵越えるっていう表現もねちょっとねあれだったけど、そうよ、うん、ほらもうこれはもう、ね、お耳の情報しかないから、 前にあったその柵がねちゃんと、まあ、最近になってかなのかな、あの車が入れるようになって、まあ、誰でも使ってもいいよみたいになってるみたいなので、そういう曖昧な感じのところですか、うん、まあ田舎ってそうやん、うん、田舎ってなんかおうみたいなノリやん、うんうん、はい、まあ、次、まずまあ海が広いわ、もう全然さっきのミュージカルタイムの下りとつながらないよ、つなげるだ、慌てるなってもうまだ全然なんだから、そういます今は全然なんだから今で、あのまあ本番っすよ、本番ね、曲が終わって、ほんで次、まあ、リコーダーをサプライズするっていう時になって、まあほら舞台が狭くて、うんうん、まずそこで手こずって、うん、でまあ計画していた動きも、あの相方のねクモン君はやってくれなくて、うん、で俺も緊張してて、うん、指がちょっとプル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 震えようとなってほんならね失礼、ほんならね、まあ、違うところの穴がピョッピョッってなったわけよ、うん、ほんなら違う音がなって、ほんでちょっと音がね、うん、外れたみたいになって、で、あ、ちょっとこれをちょっと音外したんで次もちょっとわざとに外して笑い取ろうかなって思って外したがって、うん、ほんなら笑いが起きて、うん、で最後にこうトリルピョヨヨヨヨヨヨってやったらすっごい爆笑になって、うん、結局俺よかったぞっていう話です。高知県のいいところは出ませんでした。ね、高知県のいいところはそういう楽しいバンドミュージカルタイムがあるっていうことですね。よかったです、うん、最後に、あとね時間の流れがすっごいなんかゆっくりなんだわ。まあ国民休暇圏って言って、高知県自身がねこう掲げている、仕事に疲れたら、都会に疲れたら高知においでという県なので、ぜひ、高知県をよろしくお願いいたします。先週か紹介したカツオパフェっていうのもねあるので、その店に弟の彼女はね行ったみたいで、うんうん、食べたんですか。いや食べる勇気はなかった、メニューは見たけど、まあ、600円でカツオパフェあるみたいなので、弟さんならやりそうな感じやけど、うん、どっちか迷ったって言ってた食べたらよかったのにあ、お久しぶりです弟さん これ身内のやつじゃないからね、これね、よろしくお願いいたします。あ、お願いします。まあね、聞いてますか。まあまあ、いやいやいや手振っても声だけしか入ってないのであれなんですけどもさあ、末松くん復活ということで、ちょっと僕休憩に入ろうかな。よーすっごい文字数喋ってるよ今日。はい、私復活です、末松くん。さあコーナー行きましょう。コーナー行きましょうかね。すみません、お待たせしました。あれ、はい、私の一枚。すみません、お待たせしました。はい、今週はね、私の一枚です。せい君の一枚。せい君の一枚ということですね。じゃあ早速いきましょう。はい、というわけで、あ、ボーンと。カミキリムシやん。これカミキリムシなんですか。
知らんけど。これね、いや名前知らないんだけど。え、カミキリムシじゃ なかったっけ、ね、カミキリムシって言うんだ、うん、カミキリムシ。これ小さい時によく遊んだこいつと。あ、そうなんだ、うん、どんな。髪切るんよ。髪切る、うん、ペーパー切る。あ、そう、あ、それでか、うんうんうん、あ、それで髪切る虫なの。うん、髪切るで。ええー。髪切る。え、髪を髪を切る、髪を髪切るみたいなね。あ、うまい。いや、そのほらこの色がさ、すごいブルーで綺麗だなと思って。あー、そっち気持ち悪いで、これ。いや、なんかすごい綺麗やった。綺麗色がすごい、なんか、まあ、君のほんと芸術性にはほんとほんと呆れるわ鮮やかなブルーとね、このしましまのね、うん、黒白がすごいコントラストがね、コントラストがすごい、うん、で、こいつがね、うん、このカミキリムシ君がね、うん、あの塀を登ってるんだけど、うん、こう真横のね、うんうん、で、これ今茶色の部分が映ってるけど、はい、ここでね、足が滑るんだ。ああ、滑るね、これはね。そう、滑るよ。レンガだからね、これ。レンガやからね。で、この引っ掛けるとこないからね、灰色の部分、要するにレンガとレンガの間のとこはちゃんと引っ掛かるよ、足。ああ、なるほどね、ボコってなってるからね、うん、でその赤い部分で滑るもんやから、ツル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 滑りながらさ、うん、ちょっと上に行くんやけど、うん、行きたいんやけど、彼は、うん、彼か知らんけど、うん、ツルツル滑るもんやから、なかなか行けんでね、ずっと俺は近くで頑張れ頑張れって言ってすごい応援してた。でもなんとかその灰色の部分を使って、器用にね、不器用にか、うん、片足滑りながらも、後ろ足と前足の、左前足と後ろ右足でこうちょっとずつ登っていきよったんや。なるほどね。思わず可愛くてちょっと撮ってしまいました。撮っちゃったと、ね、こういうなんかね、虫、ね、前も山登りしたときにすごいカラフルな虫がいた。あの、このぐらいの大きさの。コガネムシ。いや、コガネムシじゃなかった、はい、なんかね、虹色してたよ。コガネムシ、太陽に反射して。コガネムシ、結構虫って色が綺麗なんだなと思って、ね、そういう虫いないですか。まあ、コガネムシもね、さっき言った。まあまあまあ、でもね、虫はね、小さい時好きで、うん、うん、もちろん、まあ、高知県は山だからさ、そうやね、うん、いっぱいおるやろね。いっぱいおるんよ。そりゃおるやろね。で、カブトムシとかも普通に飛んでくるし、あ、うん、クワガタも、はいはいはい、もちろんこのカミキリムシもバッタも、うん、もうバッタ多そうやね。カメも歩いてるしあの、一番すごかったのは、病院に行ったらエレベーターの中にカニがおったっていうね。エレベーターの中にカニがおった、うんうん、カニが張ってる。それなんか、だからすごいね。もう みんな友達みんな友達だったね、小さい時は。まあ、前回、まあ、いつか忘れたけど、話したヤモリも捕まえ、イモリも捕まえたり、はいはいはい、アメリカザリガニも捕まえたり、はいはいはい、まあ、テントウムシを食べてしまったりさもしたし、うん、口の中に入ってる。そうそうそう、あ、なるほどね。そうそう、だもう蛇とかも普通におるしさ、カマキリ の生まれる瞬間とかも何回も見たことあるで。へえ、もういっぱい出てくる、ちっちゃいカマキリがふわーって。あ、そうなんだ、うん、へえ、うん、卵かなんかあるの。そうそう、あ、卵いっぱいあるんだ。そう、なんか葉っぱかなんかついてる。こんな壁にさ、あの、ね、うん、今映ってるやつの、そう、壁に卵いっぱい産むんよ、カマキリ。なるほどなるほど。でずーっとなんか孵化させて、もう何時か経ったらバーって出てくる。あ、頑張るね。うん、いや、なんかまあそれがね、もうまあ普通にあった。うんうんうん、なかなか見れないよね、普通にある。あ、もう今はもう虫もね、もう少なくなっちゃって、なんかね、うん、メダカなんか全然見ないでしょ。まあ虫じゃないけど、メダカもね、メダカ見なくなった。普通に取ってたよ。あら、取ってたよこれ。でもね、この前帰った時はね、あのね、雨がいっぱい降り寄ったけど、うん、まあカエルがやっぱり多いわ。あ、カエルね、田んぼが違いからか知らんけど。そうやね、まあ絶対そうやろうね。わわ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 、これはだからもう、弟のね、彼女さんも、まあ、名古屋の方なので、はいはい、まあ、大都会が中心に、うん、暮らしてきたので、そうかそうか、もうカルチャーショック。カルチャーショック、ね、
うん、カエルも、うん、あカエルがすごいなってそんなに都会なんですか名古屋。名古屋それは福岡が田舎に見えるっていう話だぜ。ああ俺も行ったことないな名古屋。行ったことないのにショックなの。え、なんでしょうか。行ったことあるの。まあ名古屋ですからね。名古屋すごいぜ。名古屋は都会でしょう。東京行ったら福岡田舎やろ。そんな感覚、ええ、まあまあね。まあでも福岡のバランスがね一番いいと思う、うんまあ、田舎と都会のそう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 バランス程よく都会程よく田舎そこでプライドいらんき。え、田舎って別に差別用語じゃないし。でもほら、福岡だって頑張ってる。ありがとうございます。HKT も頑張ってる。 HKT 出てきた。まあまあ、そういうジジネタはね、あ、ジジネタね置いておいて。なんとかさんが来たじゃん。あ、広げるの。いや、いや、あ、差し払う。もうあれもう名前がわかる、ごめん。かわいそうな話でて。かわいそうなんだ。うん、まあ別に、まあ、広げ、まあ、広げないようにしよう。うん、まあ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 。でもなんか HKT 盛り上がってるって話だよ。うん、まあもう、もうええわ。はい。もうええ。かわいそうだから。ということで虫がね。うん、ごめんね。なんかほっぽろかしにして。カミキリムシ。カミキリムシ。あのヤモリも急に天の声が怒り出すからさ。いやいや。福岡田舎っていう発言で。福岡はもう福岡です。高知はどうなんだいっていう。田舎だよ。高知はもう高知。高知県民人怒るよ。怒らんで。うん、怒らんで。高知はだって誇り持ってるから田舎という。太平洋があるじゃないか。そうだよ。ああ。太平洋があるじゃないか。だからね、あのエネルギー資源がね、いっぱい眠ってるんよ。うん、太平洋。うん、ああ。高知県の近くって。あ、そうなんだ。うん、発展するでこれから。それはもう活用せんとね。うん。もうよろしくお願いします、高知県を。お願いしますね。じゃあ、次、あ、曲紹介ということで。曲いきましょうか。まあ、ピアノ曲ですね。ピアノ曲。あの僕は絵を忘れたということで。今日は映像ないですけど。もうどっちも忘れ忘れで。まあ、夏ということで、5曲目かな、夏の。うん、水遊びは行きましょう。どうぞ。プール行こう。Thank you.
シュッ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 シュ僕は撮ってきた映像もあるんですけども、まあ、順番的にはね今日末松くんなので末松くんの旬ネタをね、なんか大事なお知らせがあるなんか あそれ今じゃなくていいんですか。今じゃない方がいいかもしれない。あ、わかりました、うん、じゃあエンディングの時に、はい、よろしくお願いいたします。じゃあまあ旬ネタ今日はちょっといろいろあって、急遽僕になりました。構えてあるっていうね。はい、もうちょっと作ってあったんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ行ってきます。いらっしゃいませ。さあ、長崎駅に着きました。突然の長崎一人旅、一泊二日で行きたいと思います。今駅にいるんですけど、早速坂の上にいろいろと建物があります。では行っていきます。早速坂です。本当に坂の町なんですね。っていうか今日は雨です。長崎県は本当に雨が似合う街ですね。わ、あんな坂の上にいっぱい家がある。あ、来ました。日本26聖人殉教地ということで、最初の目的地に、来ましたね。今ちょっと民家のあたりに来ましたけど、とにかく坂が多いのと、なんか不思議な迷路みたいになってます。道がこっちが駅の方向ですね。つまりは山が多いってことですかね。右ですね。ずっとこう石垣の壁があって、お寺が続いてますけど、これ何なんでしょうね。不思議なとこだな。ここにもまた一つお寺が、これで4つ目ぐらいですね。新数寺ですね。ここが目的の亀山社中跡、ここに行きたかったんですよ。風頭湖、あ、ここもお寺だ。お寺ばっかりですね。なんだろう。行ってみます。相変わらずまた坂が続きます。しばらく行ってみたいと思います。あ、ほら雨風すごいわ。坂がすごいわ。見てください、この川の流れ。はい、なんか銅像があるらしいですけどね。よいしょ。結構登ってきたよ、もう。本当に坂の町なんですね、長崎は。ここ一望できますね。本当山の上にびっしり建物が。まだ上続くんですか。どこまで登ればいいのかな。あー、綺麗。ここは何なんでしょうね。すごい綺麗です。
何かあるのか。ローマの像はまだ登る。まだ登るってか。着きました。でっかい龍馬がいます。坂本龍馬の像。いやー、目線の先はこんな感じです。龍馬の目線の先は、もう大雨でね、真っ白。これすごい景色ですよ。今ものすごいいい景色なはずだよ。長崎を一望してますよ今。平和記念像の前にいます、とても歴史的な重みを感じます、横にはそれぞれ左右に折り鶴がたくさん置いてあります。ああ、来れてよかったです。この町はいろんな歴史が刻まれてますね、原爆投下の、中心地です。爆心地です、すごいですね、まあ、外国人の方も来てますね。真上で 500m ぐらい。さて、山頂に来ました。あー、見えるかな。ちょっと天気悪いんですけど。おお、今出島に来ています。ここが本当は出島がやった頃は自分が立ってる場所に海だったとこです。陸側と反対側のとこですね。今そこを歩いてます。もちろん中に入ってきましたけど面白かった。出島を入り口から見て少し右側から見ています。この真ん中あたりにあの塀が空いてるところが、日本とは橋がかかってまして、そこが正面の入り口だったみたいです。さあ、今オランダ坂を登り始めました。なんかとっても素敵な場所です。この街灯も建物もすごいいいし、この石畳の道が最高にいいです。なんか日本じゃないようなヨーロッパのような雰囲気がしますね。あ、ここすごい。車も普通に通ります。すっごい素敵や。ここはなんだ、古典色鉛筆は。うわ、見たい見たいけど、ちょっと時間が微妙になってきたので余裕があれば。グラバー園から眺める景色です。下には錦鯉があります。眺めはとてもいいです。長崎県立美術館に来ましたけども、時間がないので中には入れません。
周りをちょっと散歩だけして帰ろうと思います。ここ綺麗、すごい綺麗な美術館、綺麗な美術館、うわ中にめちゃくちゃ入りたいけど、また次回。あー、これまた夜いい感じにライトアップされてロマンチックなんでしょうね。あ、いいですね。あー、すごいいいとこ、ここ、何、あっちは何だろう。あ、いいですね。あ、いいとこ。はい、お疲れ様でした、末松くん。はい、というわけでちょっと長かったですけどね。長崎いいとこだよね。僕も一回ね、彼女と行ったけど、ええ、行ったよね。ハウステンボス、ハウステンボス、いやもうすごいいいとこ。こんなに広域で見たのはすごいな。俺がね、いや今回はだからあえてハウステンボスに行かずに長崎市のいろんなところ路面電車乗ってね、路面電車もこう いい感じなんですよ。また雨が似合うんよ、なるほどね。ちょうどもう雨やったから、長崎は今日も雨だった言うて、違う、長崎は今日も大雨だった言うてね。俺過去2回行ってるんだけど、ちょっと 笑ってるから大丈夫だよ過去2回間を置いて大丈夫だよ。レッスンの仕事で2回行ったけど、全部大雨、もう100%大雨だ。まあ瀬松君、君はね、雨男普通の雨じゃないんだよ。 あのね、俺が高知行った時はもう高知は雨やったけど、やっぱりね、俺が行くところは雨やみます。いいね。周りはもう大災害やったけど。あ、そう、そこだけ、スポット晴れ。そう、はい、スポット晴れ。俺は5時に完璧にやむよって言ったら5時にやんだもん。あ、もうそれもうなんかすごいねなんかすごいねって普通の。ごめんなさい、くもんくんがビビってた。あれ、竹崎ほんまよ、4度。やっぱそれは太陽くんっていう、やっぱもう君のね、同僚がね、つけたあだ名そうだね。ただ僕が赤い T シャツを着ていただけなのにそれから4年間僕太陽って呼ばれたんだよね。でも本当にその通りになってるということですね。そのまあ、あの友達はさ、この前バンドジャーナルの、はいはいはい、あの裏表紙に、あ、裏表紙、ええ、お、あ、裏表紙って1ページ目か、あ、開いて、あ、最初のね、ドンと、ビッグですね、ドンと。どういう、何、楽器持ってた、あ、ドンと、まあ楽器紹介の、あ、なるほど、素晴らしい、飲みへ、おお、危ないねいやいやいや、言いそうになった、いやいやいや、言ってもいいけど公の人なんでね。そうだね、そう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 。いや、もうさあ、まあお知らせということは何でしょうか。これ発表しましょうかね、もう。はい、あのですね、実はまあいつかは分かりませんけども、はい、うちの弟がですね、はい、この番組に出演します。お福岡に来ます。あ、来るんだ、ついに。そしてしゃべくります。あら、いつかは分かんない、いつかはちょっとまだ未定なんですけども、行くよと。ああ、来てください、お兄ちゃん、行くよと、喋ろうと。ついでに俺の弟も出たらいいんじゃないか。もう兄弟対決ということでもうめちゃめちゃになるけどね、4人でまあ、全員を知ってるのは俺だけみたいになるけど、あ、忘れますも知ってるか。ああ、まあでも来るから。うわ、なんか俺すげえ会場変えたいちゃんとその日だけ借りて、どっか借りてそうそう、この部屋ちょっとね、4人ってことは5人になるから。いや待てよ、弟がね、そうなんかね、まあ、ついでにね、水上も呼ぼうやもう全員後ろで笑ってるって映像ないからね、今龍馬さん映ってるから、ちょっとそうかそうか、まあ、長崎の龍馬さん、高知県もね、高知県出身ですからね皆さん。そうです、龍馬って
あの長崎がパクってますけども、うん、あ高知県もよろしくお願いいたします。高知県の龍馬の方がでかいです。そうですね、太平洋向けて。あ、ごめんごめん。またあれ、またエンドロール、エンドロールがあれないよ、また失敗。というわけでね、ありがとうございましたということで、あったエンドロールで、ね、どうなってんの今。切れた。音声がなかった。もう今どうなの。バイバイ、みんなバイバイ。今音声入ってんの。うん、入ってるよ。諦めないで、バイバイ。もうまた次回もお楽しみ。もうごめんなさい。もう See you next time。 バイバイ、バイバイ、さよなら、おやすみ。